どうも、元作です。いよいよですね、東日本大震災から3年が経ちまして、明日でいよいよ3月11日ということでですね、今日はそれに関連する、本をですね、久々に書評動画ということで撮ってみたいと思います。今日紹介するのはですね、先月2月10日に発売されたばっかりの本なんですけども、こちらの本です。ご存知の方おられる人多いと思いますけど、大木聖子さんというですね、地震学者の方で、震災の時にですね、さまざまな防災啓蒙の発信で、非常に有名になった人ですけども、NHK の「学ぼう防災」とかもですね、ずっと出演されてますので、知ってる方も多いかと思います。で、彼女が書いた、本当に、彼女たくさん本を出してるんですけども、もうこれは今まで出てる本の中でも本当に、ちょっとこれ本当に、ですね、本当地震大国の日本に住んでる以上は、もう国が全員に配ったらいいんじゃないかっていう思うぐらいのですね、素晴らしい本だと思うので、ちょっとどういう内容か簡単に紹介したいと思います。で、学ぼう防災っていう番組、NHK の番組、ウェブ上でも見られますので、ぜひそちらも見てほしいんですけど、そちらで見てる人は、結構馴染みもあるかもしれません。初めの一歩、地震防災も初めの一歩ということなんですけど、この中身はですね、設定としては、レミカちゃんと、リオくんっていうですね、小学生の子供たちがですね、会話するところから、で、いろんな人と会って会話するところから、いろんなシーンがあってですね、そういう場所でどうするのっていうことをですね、想定して話が進んでいくという、そういう設定になってます。で、例えば、学校の帰り道であるとか、家にいた場合であるとか、地震が来た時にそれぞれのシーンがあると思うんですけど、どこで起こるかわからないわけですけど、どこで起こった時にも何を想定しておけばいいのかっていうのは、非常に小学生が中心に会話形式で書かれてるので、非常に設定は簡単です。ですけど、これ今までのいろんな防災啓蒙の書籍と全く違うなって思うのはですね、非常に言葉は優しいですけども、一つ一つのですね、お父さんだったりお母さんだったり先生だったりが問いかけてくることに対して子どもたちが答えていくんですけど、非常に、なんていうか、深い問いが多いんですよね。で、根本的な問いであって、深い問いっていうのが非常に多くて、でもそれを子どもたちが素直に答えていくというような設定になっててですね、これは多分大人でもほとんどの人が、聞かれたら、あれ、いや、結局どうするんだっけっていうふうになる問題、本当に多いと思いますね。で、だからそういう意味でこそ、子供を持つ親であれば絶対読んでほしいなとも思いますし、そうじゃなくて、一人の、もう独り立ちしてる大人であってもですね、これはものすごい、自分に向き合うための問いかけをですね、この本の中でいくつも見つけることができるんじゃないかなと思いますね。で、そうやって一つ一つ自分の身の回りの住んでる環境ですとか、自分がどういうところで生活しているのかとか、そのシーンによって一つ一つ向き合うべきものが違うんだよっていうことで、問いかけが詰まってるわけですけど、僕はですね、やっぱり、学ぼう防災っていう番組に、僕は台風のショーでですね、出演した時に、自分の町の防災マップを作ろうということでですね、やったんですけど、これ結局地震だろうと台風だろうとやるべきことは非常に共通してるんだなというところが、まず一番最初に出てくるんですね。自分の町の防災マップをどうやって問いかけ、自分自身に対して自問自答しながら作っていけばいいのかとか、自分の町を知るっていうこと自体、自分を知るっていうこと自体がいかに身を守ることに対して大事かということ。そしてもう一つ、その親と子供の会話がたくさん出てくるんですけど、そこです、すごく印象に残ったのがですね、親が、子供に対してできるだけ自分一人でできるように促すように、考えるようにっていうふうに会話をできるかどうかって、ものすごい難しいと思うんですけど、それをですね、
とにかくもう徹底されてますね。まあいろんな面で心配する気持ちであるとか、親がこう思った時にものすごく不安になる部分っていうのが一つ一つですね、そういう部分も子供ができるだけ一人で考えれるように問いかけをしてますかっていうところですね。でそれがですね、本の中を通じてずっと貫かれてるという本でですね、これは単純に今まで知識を伝えてくるとか、まあこういう時はこうしましょうとかっていうふうにですね、単純なそのルールであるとか知識であるとかこうした方がいいよとかそういう話だけを伝えるような本では全くなくて、あなたの身を守れないじゃ結局あなただけですよっていうところにどんな年齢の人も必ず向き合えるように、そういうふうにもうものすごく作り込まれてるなと思います。文章ものすごく平易ですけども、どんな年齢の人でも必ず読んで身になると、で何十回も読むべき本だなと僕自身実際にですね、ここに書かれてる内容、問いかけられてくることに対して、まあ僕でも2割3割、答えれるかなという感じでしたね、正直言って。ずっと自分なりに奥さんの本も今まで読んできたし、いろいろ考えてきたけれども、この本で改めて考えた時にスッと答えが出てくるものってほとんどないんですよね。でも本当に根本的な問いがたくさんあるんで、それをですね、ぜひこれは本当は本当国が全員に配れって俺は思うぐらいですね、素晴らしい本なんで、ぜひね、もう地震から避けるってことは、ね、この日本にいる以上絶対にできないので、地震に遭ったことがあるという人もまだあんまり経験がなくてですねピンとこないという人もですね、どんな人でも必ず初めの一歩なんだというですね、ちょっと謙虚な気持ちになって、3.11 から3年経ったというところでもあると思うんですけど、改めてこの本を持って考え出してみてほしいなというふうに思います。ということで、大木聡子さんのですね、この地震防災はじめの一歩という本、強く、お勧めしたいと思います。ちなみにですね、東京堂出版というところから出されてるんですけども、これ実はですね、編集を担当されてる方がですね、大木さんの高校の後輩なんだそうなんですけども、彼女がちょっと僕とちょっとつながりのある方で、後書きもですね読まれると僕ちょっと本当泣けてきちゃいましたね。僕個人つながりがあるからっていうわけじゃなくて、やっぱこういうストーリーがあるからこういう情熱の詰まった本ができて、そういうものじゃないとやっぱりただの知識じゃ伝わらないんだっていうことだなというふうに本当に、思いました。ということでですね、値段はですね1500円ですか、まだ1500円が高いとはもう本当僕は思いませんね。1500円で何が買えるのかって言ったら、ちょっと高めのランチとか、その辺でするのもいいかもしれませんけど、いや僕はもう本当にこれの価値っていうのは1500円じゃ全然収まらないと思いますんで、ぜひ手に入れて、立ち読みじゃなくてですね、絶対家に一冊置いて、なんだったら家と職場と何箇所か自分のいそうなところに一冊ずつ置いて、何十回も向き合い直すきっかけにしてほしいなというふうに思います。ということで、今日の書評以上です。